リギュラジオ。カリギュラジオ。カリギュラジオ。カタルシスを。カタルシス。皆さんこんにちは。四季島律役沢ギュラこと沢城チャルです。皆さんこんにちは。佐竹翔吾役竹ギュラこと竹内俊介です。この番組はテレビアニメカリギュラの情報や裏話をお届けしつつ、日頃から辛い現実に耐えている皆さんの気持ちを浄化しカタルシスを感じてもらうというカタルシス系ラジオでございます。はい、というわけで本日カリギュラジオカタルシスをカタルシス、最終回となっております。よっもっと竹内君とラジオやりたかった。いや、最終回ですね。最終回です ね。もうね、あの辛い現実に耐えてる皆さんのためにお届けしていきました、はいはい、カリギュラジオですけれども、ね、あとどんくらいですかね、あと30分後くらいには現実に戻っていただくので、はい、ああ、なるほど。じゃあもう現実に戻っていただきましょう、はい、皆さんね、現実にね帰る準備を今回しましょう ね。よろしくお願いいたします。ちゃんと、ね、スーツケースも用意してください、ね、はい、はい、スーツケースさあさあ、じゃあまあまあまあどんどん行きましょうかね。そうですね、はいはい、まあテレビアニメの方も、一段落したということで、はいはい、最終回の感想もたくさん届いております、うん、はい、そんな皆さんからのお便りを中心にですね、本日はお届けさせていただきますので、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。それでは皆さん最後までお付き合いよろしくお願いいたします。カリギュラジオスタート。カリギュラジオカタルシスを語る室、この番組はカリギュラ制作委員会の提供でお送りします。カリギュラジオカタルシスをカタルシス。はい、ここからはですね、皆さんから届いたメールを紹介していきたいと思います。で、沢城さん、スーツケースってなんすか？今俺がバチコンセリフ決めようと思ったのにどうしたの？スーツケース？スーツケース。あ、さっき言ったやつ？スーツケース。どこですか？あ、スーツケース知らない？いや、スーツケースはわかる。スーツケースはわかりますよ。なんでね、あの時ね、佐久さんも言ってましたけど、なんでスーツケース出てきたのって。いや、ちゃんと荷物持って帰らないと。あ、自宅的な。お土産もほら、ちゃんと持って帰らないと。いや、そうでしょう。行くときに荷物がなくてもスーツケースは持ってくもんでしょ。お土産とか増えるからね。そうそう、物も買ったりとかするから。そういうことで言ったんですね。そうだよ。なるほど、わかりました。何バカにしてんの？いや、違う。いや、なんでかなと思いましたね。あ、バカにしてんだ。いや、違う、バカに。なんでそれ。僕は本当にもう、沢城さんのことはね、本当にもう尊敬しておりますよ。どんなところ？え？どんなところ？え？どんなところ？え？竹内くん嫌いだな。さあ、じゃあ皆さんからメールを紹介していきたいと思います。カリギュラネーム朝松さんでございますね、うん、初めまして、ビータ版を発売日に買い、現在もオーバードーズプレイ中のカリギュラファンでございます、うん、まずはアニメお疲れ様でした。お疲れ様でした。制作発表から放送開始してからの数ヶ月間、本当に楽しかったです。ゲームとは違う展開で進む話に毎週ハラハラしていました、うん、アニメをリアルタイムでこんなに純粋に楽しんだのは久しぶりです。おお、素晴らしい、再構成でした。山中さん、スタッフ、キャストの皆さん、全12話楽しい時間をありがとうございました。それからアニメカリギュラに関する質問なのですが、うん、四季島部長、四季島律部長は現実に帰った後、他の帰宅部のみんなと連絡を取っているのでしょうか、というか現実でも連絡が取れるワイヤーのグループが残っている状態なのでしょうか。最終回のエピローグでみんなが誰かに報告しているのかなと思ったんですが、もしかして別の誰かだったり、あと四季島部長と話していたカウンセラーの先生が素敵だったので、お名前とか設定などありましたら教えていただきたいです、ということでございますけれども、あ、たくさん、もう聞きたいことたくさんありますね。本当にすごい聞きたいことたくさんありますね。聞きたいことたくさんあって、ゲーム、はい、本来のね、原作のゲームの方だとこうバラバラになった、うん、はいはい、みんながこうそれぞれどうしてるのかなっていうのを、うん、メビウスの世界で、作ったワイヤーという、ね、はいはいはい、アプリのグループを通して、うんうんうん、最近こんな感じだよみたいな報告をするっていうのでね、はいはいはい、一応ゲーム自体は、はいはい、締めくくられるわけなんですけれども、はい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 、まあアニメ版はね、うんうん、ちょっと描写とは違うというか、うん、まあおのおのの思いを独白してるのか伝えてるのかっていうね、はいはい、なんか、うんうん、
どっちも取れる感じのニュアンスでしたね。誰かと会話してるような、うん、あの文にもあの聞こえるし、そうじゃないような、うん、自分でただあの、はいはい、思いをあの語っているっていうようなあの感じもするしね、はいはい、そこはね、このアニメの、まあ、一番の面白みでもあるのかなってなんか僕個人的には思いますけれども ね、うん、そうね、そこを考えるのがなんか楽しみというか、うん、そうですよね、終わった後の楽しみのような気がしますけど、はいはいはい、だからそれは皆さんのこうね考え次第でまたそこからの物語がもう頭の中でできていくという、素敵な作りでございますよね、はいはいはい、まあね、リツもねあれ最後手、ね、ミューとこう合わせてましたけど、はいはいはい、結局ねどうなったのかっていうところがねどうなったんですかね、あれはね、だからミューと和解して、うん、まあ、ミューは別に消えたわけではないんだろうなみたい なでもねぶっ刺してましたけどね、そうですよね、かわいそうにね、うん、本当に。でちなみにカウンセラーさんのね、まあ、かっこいいって言ったんですけど、カウンセラーの先生はお名前があるんですかっていうことなんですけど、カウンセラー先生はないらしいですね、ないですよ、だからカウンセラーの先生っていうお名前だからだから カウンセラーが苗字で先生が名前、あ、カウンセラー先生、カウンセラー先生、うん、そうですよ、もう、うん、いいんですかねこんな形で分かってもらえた、一応これ正式なラジオですからこれが正式ですって言っちゃえば本当に正式名そうなっちゃいますから、ね、カウンセラー先生、ウィキペディアとかピクシブの百科事典にそういう風に書かれちゃいますけども、うん、ね、じゃあそうではないですから気をつけてください何なんだ何なんだそうじゃなくていいんですね結局そうですよ、そうそう、じゃあ、ね、皆さんのご想像でってことですね、いきましょうかね、はい、はい、ありがとうございました、続いてはこちら、カリギュラネームティルノさんからいただきました、ありがとうございます。沢ギュラさん、竹ギュラさん、こんにちは、こんにちは、アニメ最終回直前に1話から見直したのですが1話の段階で誰だこいつと思っていたのが現実のリッツだったり、彼の部屋にはデビルマンモーが、デビルマンモーが、メビウス内でのリッツと電車に乗っていたのがシラフを気取ったマリエだったり、別視点の発見が多く見直しごたえがあり面白かったです。僕はファットマンズアフタースクールさんのファンなので、最初はオープニング作詞を吉田匠さんがやるからという理由だけで見始めた作品なのに内容にすごくハマって CD もサントラもゲームもそのためにプレステ4も買ってる自分にびっくりです。お体に気をつけてこれからも頑張ってください、応援してます、PS、 アニメの次回予告が全然次回予告の機能をしていないことでも有名ですが、毎回ツイッターでタクヤ自身も驚いていたところが面白かったです、笑ということでございますねなるほどね、うん、いやでもすごいね、だってこの方バンドのファンっていうことでしょ、ってことですね、バットマンズさん、ね、ね、それでアニメ見て面白くて PS4 まで買うってめちゃめちゃハマったよね、うん、めちゃめちゃね、これはポニキャンさん的には嬉しいんじゃないですかね、本当にいやこれすごいパターンだね、うん、いやすげえな、いやでもやっぱねオープニング、いややっぱ吉田さん、うん、僕は吉田さんにね直接ディレクションしていただきましたけど、はいはいはい、やっぱね吉田節みたいなものがね入りつつ、でもカリグラの世界観に合わせてこう、はいはいはい、吉田さんの世界をこう展開されていくっていうのがね、はい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 、すごいやっぱいい曲だったなと思います ね、 ね、本当にいい曲だった、伝説のね吉田さんバージョンもあるんでね、 あるの、あったじゃないですか、だってカリ歌だって吉田さんだったじゃないですか、そうか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 、あれもねファットマンズアフタースクールさんのファンはねちょっとそうだね、どっか聴ける機会とかあったら ねだって俺仮歌聞いた時にこの人すごいお上手だけどこの人が歌えばいいんじゃないかなと思っちゃったそう僕も思ったんですよ、これでいいじゃんこれ以上何をみたいな、そうそうそう、まあでも ねライブとかでもしかしたら歌われる機会があるかもしれない、ね、セルフカバー的な、セルフカバー的ないいですね、そう、それもあるかも、我々何も知らないからただ言ってるだけですあの全然振りとかでも何でもないけど、妄想、そうそう、もうただ本当妄想だから、妄想でございます、そうそう、で、うん、まああれですね、やっぱりこう、うん、あのカリギュラやっぱり、まあ、ワンクールと、うん、まあ、短い期間ではあるんですけれども、うん、結構ね見直したりしてもう一回噛むことによって味が出るみたいな、うんうん、なんかそういった要素もねあるような気がしますので、はいはい、ぜひぜひこれで終わりだからと言ってですね、うん、見るのをやめるのではなくて、うん、またね最初から全部見直さなくてもいいので、うん、好きなね話だけでも、なるほど、もう一回見てみたら違う気づきがねあるかもしれないですね、たくさん付箋がありますから、
じゃあ続いてのメールでございますよ。こちら続いて、カリギュラネームサハラさんでございますね。砂漠の人かな。そうですね、サハラ砂漠感が、カリギュラ第12話見ました、みんながきちんと現実に戻ってこれて安心しました、ソーンのその後も気になるのでもっともっと続きを見てみたいです。ソーンはこれからも現実で生きていけるのか、あとソーンの現実での姿も気になりますということでございますけれどもね。そうね生きていけるのかね。結局ソーンだけちょっと謎なんですね、謎がそうだよね残るよね。そうそう、本当に諦めきれてない感じのね、ない感じの最後セーフだったんですけど、そうだよね。何かを言いかけて途中でもう消えちゃうっていう、消えちゃうからね。だからまだメビウスっていうものに対してと、あとはまあイチカっていうね、存在に対してまだ執念がねありそうな気はしますから、ね、あるよねあれね。で現実での姿でも生きていけるのかな、ちょっと気難しい人なのかな、でも年齢で言ったらね、もう本当に30なわけですから、ね、どういう感じの人なんだろうね。どういう風にね社会復帰できてるのかどうかっていうことですよ ね。心配ですね。あ、心配ですか。そこ優しいんですね。いや心配ですね。その後心配したけど、本当にその後、じゃあだからね、このまたこうね、いちかさんバージョンのアニメとかもできたりしたらね。まあでもね、結構意外と需要ありそうな気もしますけど、ありますよね。ぜひぜひゲームでもじゃあいちかさんバージョンを作っていただければと思います、まああれですよね、それこそオーバードーズだと、ソーン側に回って一応冒険をね進めることもできますから、ストーリーを進めることもできますから、ソーンについての今後はね、気になったりしたらまたオーバードーズをやって、新しいソーンに対するね解釈なんかもね、また改めて、もう一回プレイしてたとしても、まだまだ噛めば味が出ると思うので、そうです、ぜひぜひ。え、さあ続きまして、最終回にしてさあ、続きましてのメールでございますけれどもね。さあ続きましてのメールはこの方でございます。知らないぞ本当に。カリギュラネームリサさんからいただきました。どうも。アニメを見ていて気になったことです。お、なんだ。四季島律役の沢城さんはどのタイミングで自分が主に立花さんの見た目や性格をトレースしていると知ったのでしょうか。視聴者目線だと7話でのミュウの対話で現実の自分を思い出したかと思うのですが、そしてですね、同じような内容がねもう一つ来ておりますよ。ラジオネームポンタと正宗さんからいただきました。沢木さん、竹木さん、こんにちは。こんにちは。第11話見ました。1話冒頭でミュウに語りかけていたのは、現実のリツ君だったんですね。メビウスとのギャップが結構すごくてびっくりしました。立花慎吾が四季島リツと名前呼んだ時は、一瞬頭が混乱してしまいました。でもこれぞカリギュラという感じで面白かったです。ところで沢木さんはどのタイミングで現実のリツの存在を知ったのでしょうか。姿など、よかったら教えてくださいと。そうですね、沢城さんだからね、もうみんな気になってるとこなんですよね。そうですよね。どうやってリツを演じたの、どう向き合ったのっていう。そうですね、だって一応現実のリツは岡本さんなわけだしっていうところですごく気になってるとことなんですけど、どこで分かったっていうのもね、僕らほらアフレコしてる時はさ、絵が完全にできてないからさ、あれどうなんですか、資料、設定資料みたいなのたまにもらえたりするじゃないですか。設定資料なかったんだよ。キャラ絵みたいなやつとかあれもなかったんですね。キャラ絵あったよ、キャラ絵あったけど設定資料確かなくて、でなんかそのなんだろうな、まあ、なんだろう、このカリギュラってさ、こう謎が、あって次の輪に行くじゃない。で次のお話翌週で謎が解けたりするじゃない。だからそれは視聴者さんと僕も一緒だから、視聴者さんと一緒で台本もらうのはその先の話ももらえないし、この先がどうなりますってなんかあんまりこう教えられないから、だから本当に一生こう、あ、俺は現実ではなんとかだってリツが気づいた時、お客さんが、あ、こう今気づいたんだなと思った時もに沢城も気づいてます、だから収録の数日前とか、はいはいはい、もう本当に台本もらって読んだ瞬間に分かるという感じですもんね。そう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 、そうなってくるから、でも皆さんが気づいたところで僕も気づいてる感じですね。そうそう、で難しいよこれ演じるの、難しい。そうそう、難しいよ。何がやっぱりこう一番取り組んでる中でなんか向き合って
ってて大変だったんですかね。つかめないとかってことですかね。それは違う。いやなんかねこうリッツってクールじゃない、だからなんかこう気持ちはもう表にバッて出さないからさ、こう出したい時でもなんか僕はこうアフレコしててパッて出すとこうディレクションとかではもうちょっと気持ちはこう思ってるんだけど出さない方向でっていうものは結構あったから、なんかその出さない方向で気持ちがあるっていうのを伝えるのが僕的にはちょっと難しかったから、すごい違和感あるキャラクターなんですよね、本当に。そうそう、なんか出したいのに出してない、出してないっていう、そう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 、本当でもむずいんだよね。そうだからでもなんだろうな、こうでもなんかさ、リツが思ってることっていうのはさすごいわかるしさ、あなんかこう伝えたいけどそもどかしくて伝えられないこともたくさんあるんだなっていうものをすごい汲み取り、まあ、自分の中にこう持ち込んで、あのなんか、リツを完全にリツというよりは、まあ、サーシル・チハルのこう部分をもう使いながら、やらせていただいたっていう感じですね。自身の経験とか、そう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 、たことをリツにも反映させて、そうそうそうですね、そうやってやりましたね。うん、なるほど。難しかった。いやでもね、もう素晴らしい、もうねみんなもうそんなリツにね興味津々で、いやそうですね、未だに気になるキャラクターってことですから。いや本当に本当に、いやありがたいです。素晴らしいキャラクターですね、アイドルですね。続きましてでございます。お、なんだこれは、カリギュラネームメビウスでは動物園のクマさんですね。最終回は楽しかったです。そんな興味なさそうに巨大なデビルマンボウと化したミュウが、サムズアップしながら溶鉱炉に沈むシーンは涙なくしては見られませんでしたね。それは冗談として本編の後にリラックスさせていただき、次回予告ですが、かなりギリギリなものも多かったと思います。さあ、おしろさんたちはそれぞれ印象の強かった次回予告は何かを教えてください。僕は T シャツにもなった6話予告のギクってない方の足、グキじゃないですか、あ、グキか、グキってない方の足と8話予告のモザイクが読めちゃう P5 が印象に残っておりました。足グキ T シャツは買いましたということでございますけどもね。とりあえず沢島さん、はいはい、リスナーさんのボケをこう超えるボケするのやめてもらえますか。最初の冒頭のね、そんなシーンなかったじゃんかよっていうねツッコミができないじゃないですか。いやそうだね、俺人のこうボケ食っちゃうとこがあるのよ。そう、それがちょっとこ、ね、コンプレックス。そう、うん、まああれですね、次回予告ね、楽しかったですね。楽しかったよね、うん、どこが田口くん好きだった？結構いろいろとあるんですけど、なんかね、田口くんは生き生きとやってたよね。生き生きとやってましたね、やってましたね。こういうの大好きと思います。ねえねえ、あーでもやっぱ11話の予告のね、はいはいはい、デビルマンモーと戦う次回予告のナレーション、ついに現れたっていう、そう、ね、あれ楽しかったですね。楽しかったね、あれね。ちゃんとね、あの一回テストやった後に、はいはい、あの向こうのね、あのスタッフさんが、うん、あれどっからか動画みたいなものをこう、はいはいはい、用意して、用意してくれました、ね、これが一応こう元になってますみたいな。すげえ本格的に指導されていると思いながら。ちゃんと撮りましたからね。撮りましたからね。沢島、ね、さんいかがでしたか。はいはい、僕はね、なんだろうな、あのあれベッドに横になって、なんか、あなんかなかった、なんかラブシーンみたいな、映画のやつですか、映画みたいなやつ、なんだっけ、ね、酔った勢いで、あ、そう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 、あれもさ、せっかくなら俺たち付き合おうねっつって、あ、そう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 、そうでさ、その最後のセリフになんて、なんて言ってたんだっけな、不潔、不潔って書いてあって、あれなんか沢城さんまた違うこと言ったんですよね。そうそうそう、収録の時に不潔って書いてあったのがカタカナで書いてあったのよ。で、あの不潔、最後のつが俺小さいつだと思ってたの、だからつけって言うんですよ。隣で僕も返してて、何何何何なんて言ったの沢城さん、ふけおかしくない。でだから沢城さんそれな、頭かしげながらやってるんですよ。どういう意味なんだろうなって、そう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 、ご自身でも思いながら、そうふけって、なんかこうさ、こうやってさ、こう、ね、ベッドでこう横たわって、いやーっつって男女がいるじゃない、うん、で最後さ、リッツがさ、ふけって言うんだよ。どういうチーしたのかなと思って、もうってみんなあの時ももうってなってました。最初戦不潔ですなんですけど、あつこれ、これつかって言ってね。確かに確かに、でもあれね、うん、毎回ねカリギュラ格言言わなきゃいけないから大変だ、はいはい、
ったような気もしますけど、大変だったよね、でも楽しそうだなと。いや楽しい、あれ楽しかったね、うん、ぜひカリギュラ格言アニメを作ってほしいですね。そうですね、あれ短編で ね作ってくれてもいいんじゃないかな、ね、ポニキャンさんもう怖がらないでどんどんぶっこんでいこうぶっこんでいこうというね、はいはい、ということでございますからね。あ、竹内くん、このデビルマンボー T シャツだった竹内くんはどう着るのこの足拭きしてるやつですね。そう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 、足拭き痛いってやつですよね。あ、デビルマンボー T シャツじゃないか違うかそんなものはないです今勝手に今この場で勝手にグッズ作んないと思いますか。ちょっと足拭き T シャツね、足拭き T シャツって書いてあるじゃん。そうそうそう、そうだった。竹内くんだったらどうやって、僕結構これ可愛くて好きですけどね、シンプルだし、うん、あでも一回も着てるとか見たことないけど、え、何言ってるんですか、高録で僕着てたじゃん。いや高録あれ仕事じゃない、仕事で着てるとか見たことないけどあれ竹内くん何これ責められなきゃいけないんですかそんなにこう言わないでくださいよみたいな、その竹内くんの裏返しのジーパンだったら合うんじゃないあでもね、こういうのに合うと思います。合う合う、うん、シンプルな ね本当にでモノトーンですからね、はい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 、どんな感じでも ね使いやすいんじゃないですかね。デビルマンボ T シャツよろしくお願いします。違いますよ、足拭き T シャツですよ、はいはい、まだまだね読んできますよはい、はい、こちらカリギュラネームゆうきみさんからいただきました、はい、テレビアニメのカリギュラは敵味方ともに魅力的なキャラクターがたくさんいて、見ていてその輪ごとにいろいろと感情移入しまくりでした特に最終回のリツ君の喉の調子が悪くても数日気づかない、人と喋らないからという言葉はめっちゃ自分にとってもあるあるでした、うん、休みの日などずっと家から出ないので、夜になってコンビニのレジで温めてくださいと言おうとして声がカスカスなことに自分で驚いたりする日々です、皆さんは誰か感情移入したキャラはいますかということでございますね。なるほどなるほどなるほど、感情移入ね、感情移入ね。あでもあのイケピーとかはね、あなんか分かるなって思いますね。ああそうですか、あなんか輝きたいみたいなさ、こう誰よりも目立ちたいみたいな、でやっぱ我々こういう仕事してるから俺もそう思うんだけどさ、やっぱちょっとねちょっとひよっちゃうよね。あんまりこうほら出過ぎてもさ、いや大丈夫、それ以上なんかされるともうなんかもうえそれ以上もうなんかされるともうお腹いっぱいになっちゃうんです、まあ、もうそのまんまで大丈夫です。さすが俺のことリスペクトしてるね、うん、だからイケピーイケピーかな。イケピー、じゃあタケピーは、僕タケピーはどう、うん、誰だろうな、感情移入で言うとタケピーは誰だろうね。うーん、ね、でも結構琴の好きだなと思いますけどね。琴の好き、その心は、うーん、なんか単純にあのバックボーンがすごく好きというかで、なんだろうな、こう、うーん、ある意味なんか女性だったら多分誰しも転がりがちになっちゃう悩みなんじゃないかなと思うんですよ、ね、はいはい、結構ね、あの、まあ、いろいろといろんな意見はあると思いますけれども、うん、やっぱり子育てって大変なものだったりして、うん、しかもいろんな経緯があって、はいはい、あの子供と一緒にいるっていうね方も結構いらっしゃるわけじゃないですか、うん、でそういう話とかもあの、まあ、別に周りで起きたりとかじゃなくて、うん、なんかそういうニュースとかもやっぱり絶えない世の中だったり今するし、なんかそういう意味ではすごくリアルだし、はいはいはい、誰しもやっぱりことのみたいになってしまう可能性はあったりするんだろうなっていうのはなんか見ててすごく思いましたね。なるほどね。あと僕携帯少女森田なる子さんもやっぱこうね、うん、みんなからの反応がないと不安になってしまうとか、あれはすごく現代的ですよ ね本当にそうそう、うん、やっぱみんながねあれやっぱ落ちることだし、やっぱ今なんだろうな、携帯を家に忘れて仕事出てきちゃったりすると、うん、やっぱ一日不安になるし、うん、なんかそれぐらいあの携帯っていうものがだから心を結構左右するっていうのが、うん、結構現代でもそうだから、なんかあれはなんかね非常にこう現代のみんなにこう警鐘を鳴らしてるなキャラなんじゃないかなってね、うん、特に若者ですね、僕ぐらいの世代の子たちとかは結構、うんうん、そう本当になんだろうな、携帯が友達っていう人もいっぱいね、うん、この頃はいそうだから、やっぱそれもやっぱね、それだけじゃやっぱね危険だよっていうこともね、うん、このなる子さんで、ね、最終的にはだからね、自分自身がこう利用、うん、携帯に支配されるんじゃなくてね、携帯を利用してね、自分の思いとかをちゃんと、ね、発信する形に残すっていう、そうそう、ところでやっぱね、今こう SNS 上でしかこう自分の本音を言わなかったりとかするのがやっぱ問題になるからさ、やっぱこうね自分の口でバッと言うこともやっぱ大事だよっていうのをね、これでちょっとこうカリギュラで私もそう思いましたね。うん、
感じですよね、はい、いやでも本当にね、一人一人ね感情移入しようと思ったらね、うん、できてしまうのがなんか、ね、このカリギュラの面白いところで、すごいところですよね、まあ、逆にね、このキャラクターは理解できないなっていうふうに思うんだったら山中さん的にはそれはそれでいいって言ってましたからね、うん、言ってましたからね、こいつ嫌いだなっていうキャラクターを、うんうん、生み出したいっていうふうに山中さんも言っていたので、はい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 、本当にだから、まあ、でもその嫌いっていう感情自体も感情移入してる証拠なんですよね、まあ、なるほどね、うん、感情移入してないと嫌いとかっていうふうに思ったりしないですから、うんうん、どうでもいいとしか思えないと思うし、だからなんかみんなこう気になってしまうキャラクターが、うんうん、みんな気になってしまうっていうところが、うんうん、カリギュラのやっぱ魅力だったんだなって改めてなんか僕も今終わって思いますね、うん、そうだね、うん、はいはい、おもう一つ行きます、もう一ついきますか、続きましてカリギュラネームマーキュリーさんでございますね。アニメの最終回まで来ましたが、キャラクターのみんなが成長して一歩を踏み出しましたね。成長といえばカリギュラやカリギュラジオを通じてお互いに印象が変わったこと、成長したこと、感じたことなどはありますか、ということでございますけど、そうか、お互いにか、竹内君はね、そうだね、子供だね、子供だねって言い悪いがじゃなくて、うん、少年の心を持っているね、はいはいはい、そうでもほら一見ほらこうねルックスとか声とかはさ大人びてるけど、一緒にこう話してなんかこうプライベートのこととかも話すと、うん、すごくね、あよしよしって感じするんですよ。そうだから僕はね、うん、別に僕はだから、はいはい、言ってるんですけどね、ちゃんと、はいはいはい、僕等身大ですよってちゃんと言ってるんですけどね、はいはい、なるほどね、そう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 、ははそれをね、サシオさんにね、はいはい、このラジオとか、ね、作品を通して分かっていただけたんであれば、うん、はいはい、それね、しかもよしよしって思ってもらえるんだったらもう本望ですよ、ありがとうございます。おじさんはそう思いますよおじさんって何してるんですかいやでもおじさんになったんですよ。そうだ、おじさんになったんだ。そう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 、おめでとうございます。まあ、それは、それはどうでもいいか。いや、どんなおじさんになるのかちょっと気になるところ、ね、変なおじさん本当に変なおじさんですね。本当に変なおじさんだと思います。竹内くんはどうですか。あ、そうですね、なんかまあ本当にカリギュラジオで言えば沢城さんとこうちょっと砕けた感じでなんか喋れるようになったなっていうね、なんか感じがするので、なんかね、なんかわかんないですけど意外と最近この組み合わせが ね、 多いですね、あったりしましてね、まあ、カリギュラの効果なのか何なのかっていうふうにもねちょっと思ったり、はいはいはい、でなんか話したりしますよね。なんか最近多いですね。最近多いよ、なんか週2ぐらいで竹内君に会ってるなんかそんな感じするんですけどなんかそういうところも通してですね、まあ、関係値的には結構成長したんじゃないかなと思いますね。俊介そうだな急に、あ、今後2人で何かやってみたいこととかある、はいはい、プライベートとかでもいいので、ああ、じゃあそうだよ、竹内君のほら俺洋服もらいに竹内君家行かない僕の渡したところで着るんですか。着るよそりゃ。いや絶対嘘だ、着るでしょ。うわ、これ袖口4つある絶対言う、絶対言う、絶対言う、袖口4つある、ね、もらったんだけどね、よくわかんないからね飾ってあるみたいな絶対言う絶対言う。いやシンプルだろうね、シンプルやりたい。なんか竹内君ありますか。あ、どうしましょうかね、うん、なんかどうしましょうかね、どうなんですかね、プライベートで遊びましょうって言ったら僕たちって遊ぶ仲なんですかね。遊ぶ仲でしょうそりゃそうでしょう。本当ですか。そうだよ、遊園地行こうよ。うわ嘘くさ、うん、ねえ、なんかこう夢の国とか行ってさ、うん、本当ですか、耳とかつけちゃったりして、すごい今僕は疑ってる、ね、行くよ2人で。どうだろうな、どうだろうな。いやいや、いや、じゃあもうあれだったら竹内くんのお母さんも一緒でいいよなんでなんで僕の母家族ぐるみにしようとしてるんですかそうそうそう、仲良くね。いや、まあそうですね、まあそうだな、僕はじゃあまあなんかプライベートで遊びみたいなね。あ、そうですね、うん、じゃあぜひ竹内くん、まず竹内くんに行って、うん、こう遊びに行く服装を選んでからなるほど、はいはいはい、何したい、何したい、あでも なんかあれ外で、ね、あれですね、あれですよ、なんだ行ってみろよ早く、あれあれあれ、何何、あ、ギターギターだ、ギターがあるわ、ギターギターギター、
なんか外で弾き語りとかしてほしいです。してほしい。それを僕はただこうやって眺めてたり全然一緒にやってないやん、竹内君は僕とやりたいことはありません人聞きが悪いそんなん言ってないじゃん。これから考えましょうね、はいはいはい、さあさあ、ではでは、皆さんたくさんのメールありがとうございました。それではここで一曲お届けしていきたいと思います。お届けする曲はテレビアニメカリギュラのオープニングテーマ、四季島律佐竹翔が歌っておりますパラダイムボックスでございます。どうぞ。どれだけかましんだらいい。泣いたって昨日とはもう二度と出会えないのに。人間みんな乗車必須。栄光はやがて巡り。僕じゃない誰かがまだ一つ夢を叶え。お聞きいただきましたのはテレビアニメカリギュラのオープニングテーマパラダイムボックスでした。カリギュラジオカタルシスをカタルシス、お悩みをカタルシス、皆さんから送っていただいたお悩みを我々の力で浄化してカタルシスを感じていただこうというコーナーでございます。最終回でございますよ。そうでございますよ。はい、じゃあ読んでいきましょうかね。ズバッと解決していきますか。はい、こちらカリギュラネームゆうちゃさんからいただきました。今年の夏、うん、兄の子供が生まれます。おい、私は小さい子が大好きなので、はあ、早くめいっ子ちゃんに会いたくて仕方がないです、はい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 、ですがまだ私は高校3年生。あら、おばさんと呼ばれるのには少し抵抗があります。ろろろ、これから生まれてくるめいっ子ちゃんに何と呼んでもらったらいいでしょうか。これはもうナウな、ね、タイムリーな話題でございますけれどもあ、なるほど、ね、先ほども、ね、お話出ましたけれども、ね、おじさんにどうですか、おじさんと呼ばれる。いやおじさんと呼ばれるのちょっと嫌ですね。あ、なんかその心は。いや、でもやっぱなんかまだおじさんって思いたくないから、自分のことだから、じゃあちーちゃんとかかな。竹内くんなんか反応しないと。ラジオなんだから竹内くん、黙り込んじゃったら表情見えないんだから、お客さんが困っちゃうでしょ。そういうとこまだ竹内くん分かんないんだから。そう、うん、なんで僕が怒らなきゃいけないんだろうな。あの、ちーちゃんみたいな呼ばれ方確かに可愛いですね。そうだ、僕がねまたそうね20年後となったら声優やるとか言ったら、僕がこうスタジオまで連れてきたりとかして、うわいいじゃないですか。それでもあのお姉さんの方がやるんじゃないですか。あ、そうか。多分沢城さんがこう連れてくよりお姉さんがね、うん、あ、そっか、あの連れてきた方が、あ、沢城さんのってなる。あ、そうかそうか、そうだったわ。じゃあそうしよう。予定にスケジュール帳に書いておく。スケジュール帳に何をどう書くんですか。何をどう書くんですか。何言ってるんですか。いや、まあ、でもね、なんて呼ばれたらいい、なんて呼ばれたらいいと思う。あ、でもなんかゆうちゃさんだっけ。ゆうちゃさんね。ゆうまあやっぱでも、あ、お姉ちゃんだとダメなのかな、ね、お姉ちゃんじゃないもんね、っていうところなんすかね。でも結局さ、子供から見たらさ、どんな年齢でもさ、おじさんだよね。でもまずおじさんって呼び、うん、始めるまでももうちょっと時間あるじゃないですか、はいはい、生まれてから。でもこれ長くなっちゃうね。あのこういろいろなもんで見たら、初老があの40歳からなんだよ、うん、だからもう30歳って言ったらさ、あのもうちょっとで初老、あと10年でなるでしょ。あ、だから10年になったらもうおじさんと呼ばれても。だ、竹内くんももう20歳だから、20年後初老じゃない。初老初老ぐらいじゃない。初老
面白い面白い。じゃあ高校3年生、ね、3年生だからでも僕より年下ですから ね、 じゃあゆうちゃって呼ばれたらいいんじゃないかな。うん、ゆうちゃって、ね、ゆうちゃいてゆうちゃって遊んでみたいな、ね、遊んでみたいな。あ、でも姪っ子だから ね、うわ、女の子同士なんか可愛い感じしますね。おままごととかやっぱり、ね、いいですね。いやいやファミリーとかね。何？あ、なんでもない。今日あれ このラジオうまくいかないね。今日ね、うん、俺のせいかな。何を落としたんですかね。まあじゃあゆうちゃで。もう一回今言って。シローファミリーとかね。ああ、そういうことか。ああ、はいはい。分かった？あのうさぎの。ああ。始めましてですよね。正解。じゃあゆうちゃさん、どうもありがとうございました。お悩み解決したの？お悩み解決してるの？したした。なんとかね、お姉ちゃんとかね、うん、なんかおばあさん以外のね、そうだね、あだ名相性みたいなのねがあるといいよね。ね、呼んで、ね、を植え付ければいいんじゃないですか。植え付ければそう、植え付けたもん勝ちだから。そう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 、頑張ってな感じでね、満喫されてください。はい、はい、残念ながらね、このコーナーも最終回ということで、まあ紹介しきれないお便りもたくさんあったんですけれども、うん、まあ僕たちのアドバイスを胸にですね、これからも強く生きてください。以上、お悩みをカタルシスでした。カリギュラジオカタルシスをカタルシス。はい、ここでカリギュラからのお知らせです。まずはゲーム情報でございます。 PS4 ゲームカリギュラオーバードーズが発売中でございます。続いてブルーレイ &DVD 情報。テレビアニメカリギュラはブルーレイ &DVD 第1巻が好評発売中です。今後もですね、各巻特典が満載ですので、目玉特典を紹介していきたいと思います。はい、そのね、目玉はまず第1巻にはですね、うん、9月2日開催のカリギュラスペシャルイベント、ボーイズパーティーのチケット優先販売申し込み券が封入されています。ボーイズパーティーということで、出演者はですね、私沢城千春、そして竹内俊介くん、青井翔太くん、斉藤相馬くん。内容はですね、トーク&オープニングミニライブとなっておりますので、皆さんぜひ遊びに来てください。第2巻はですね、11月11日に開催されるカリギュラスペシャルイベントのガールズパーティーの方のですね、チケット優先販売申し込み券が封入されています。こちらは女性キャストが集まってのイベントになりますので、合わせてチェックしてください。はい、そして3巻4巻にはですね、特典映像カリギュラ帰宅部アリナベパーティーが収録されております。帰宅部メンバーが鍋を囲ってあれこれトークしておりますね。そしてですね、キャニメにてブルーレ &DVD を全巻購入していただくと、このアリナベパーティーのアフタートークを収録した DVD がプレゼントされますので、こちらもぜひチェックしてください。続いて第5巻にはですね、音声特典としてこのカリギュラジオが収録されます。ゲストにですね、スイートピー役の新田恵美さん、ミレイ役の中村恵里子さん、ソン役の大坪由香さんをお迎えした特別編となっております。お楽しみにしてください。はい、そして第6巻にはですね、音声特典としまして最終話のオーディオコメンタリーが収録されます。キャストは僕沢城チアルと、ミュー役上田玲奈さん、そしてアリア役下田あさみさんでございますね。その他にもですね、各巻特典満載なので、ぜひお手に取ってみてください。さらにですね、コラボ情報です。カリギュラとカラオケの鉄人のコラボが7月の22日まで開催中です。帰宅部のキャラクターをイメージしたコラボドリンクやオリジナルコースターがもらえますので、皆さんぜひ遊びに行ってみてください。そしてですね、プリンセスカフェとのコラボが開催しております。アニメに登場したあの料理やキャラクターをイメージしたコラボメニューをご用意してありますので、こちらもお楽しみにしてください。その他の詳しい情報は公式サイトをチェックしてください。カリギュラジオ、そろそろお別れの時間が近づいてきました。それでは最終回ということですので、僕たちから一言ずつメッセージをお届けしましょう。まずはタケギュラから。そうですね、まあ全13回ということでございましてですね、まあ最初は本当にね、カリギュラジオ、カリギュラってこう話すね、あの何を話そうかどう話そうかっていうところで、あのパーソナリティの僕と正代さんともですね、あとスタッフさんの方でもどういう風にこのラジオを盛り上げていこうってこう相談しながらやっていたん
んですけれども、あの皆様からのですね、はいはい、お便りがですね非常に面白いね。本当にそう、毎回毎回面白いあの内容を送っていただいて、うん、本当にあの皆様のメールに助けられながら、はい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 、このラジオをね進めてきて、うん、全13回で無事終えることができたんじゃないかと思います。はい、カリギュラジオは終わってしまいますけれども、まだまだイベント等々でですね、あのカリギュラ自体の展開はありますし、はいはい、またねあのカリギュラの方で何か、うん、あの新しい展開があれば、はいはい、それに付属してね、はいはい、こういったラジオ形式のね、はいはい、トーク番組みたいなものがまた生まれるんじゃないかと思いますので、はいはい、これからもですねカリギュラの活動をですね、はい、ぜひぜひ目を離すことなく応援してください。ありがとうございました。いやそれではさ、最後はやっぱりそうですね。いやもう本当にこのカリギュラを通して私は本当にこうねアニメこう初めて、ね、主役をやらせていただいたという作品で、まあ、非常にこうね勉強にもなりましたし、思い入れが深い作品にもなりましたし、そしてこうやってね竹内くんと一緒に、ラジオをやらせていただくというね、もう本当にカリギュラはこうやらせていただいてもう幸せな空間がずっと続いていたので、いやもう本当に嬉しいなと思って、そこでね視聴者の方からメッセージが来たりして、あ、こんなにカリギュラを愛されてるんだなっていうことをね、すごくこのラジオを通じて分かることができましたし、本当にさらにどん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 カリギュラが、こう発展していくように、これねぜひこうリスナーの皆さんにも、さらにまだ力を借りたいと思いますので、ぜひ今後ともカリギュラを応援していただければ嬉しく思います。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。いやーまあね、短いようで長かったようで短かったですね。ね、本当にあっという間でございましたよ。あっという間だからね。じゃあ本当に今度はね、あの竹内くんち服もらいに行くからね。待機しててね。せっかくなら、うん、カリギュラ一緒に見るなり、カリギュラ遊ぶなりね。じゃああのあれだ、ベッドのあのあれだ、あのあのほらカリギュラ関係みたいな感じで、あのあんな感じで見るんですか。気持ち悪い。気持ち悪い。まあね、想像もしたくない。そうですね、じゃあその想像したくないですね。はい、じゃあまあでまあ一緒に楽しみましょう。ちょっと最後はうまく締まらなかったけれどもね。そういうことによってさらにうまく締まらないですって。そうかそうか。でもまあ皆さんが笑ってくれれば俺はそれでいいから。ああ締まんないけど、じゃあもう本当に皆さんね、全13話聞いていただきどうもありがとうございました。それではお別れの時間でございます。カリギュラジオカタルシスを語る質はここまででございます。お相手は沢城チャルト、竹内俊介でした。バイバイ。カリギュラジオカタルシスを語るシス、この番組はカリギュラ制作委員会の提供でお送りしました。